レッスン112朝と晩に次の2つのレッスンを5分間ずつ復習します。レッスン93光と喜びと平和は私のうちにとどまっています。私とは光と喜びと平和の住みか。 私は神と分かち合っているその住みかへそれらを喜んで迎え入れます。なぜなら私は神の一部だから。レッスン94私は神が創造されたままの私です。不変なる神に 神ご自身のように創造されたそのままの私に、私は永遠に留まります。私は神と一つなので、神と私は一つです。また一日を通して30分ごとに次の思いを一つずつ交互に持つようにします。光と喜びと平和は、 私のうちにとどまっています。30分後に、私は神が創造されたままの私です。